あと一つ教えてもらってもいい？うん、いいよ。何？私、今受験生だよ。一番知りたいこと分かるでしょ？え？それってもしかして入試問題を教えろってこと？ちょっと、それはダメでしょ。努力すれば合格できるんだよ。まあ、分かってたけど、やっぱりダメか。そういう真面目なとこ、本当私だわ。そうだよ、だって私だもん。ねえねえ、大学生ってどんな感じ？そう言われるとおしゃれしてくるの楽しいかな。これは、ネイルとかも楽しんでる？メイクも上手になってるんじゃない？友達とかはどう？そうだ、ナナ、実家からバター飴届いてたんだ。はい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 、初めて食べるんだけど。はい、いいの？うん、いただきます。初めて。でしょ、うん、めっちゃ美味しい。いいな、北海道。じゃあ夏休み実家においでよ。え、いいの？うん、やったへえ、いろんなとこ出身の子と出会えるんだ。で、恋愛の方はまさか相変わらずですか？ずっと気になってる人はいるんだけど。でさあ、ナナ、サトル先輩とはどうなのよ？え、どうって？ああ、もうじれったいな。好きって素振りぐらい見せないと相手に伝わんないよ。なかなか声はかけられませんパターン。まあね、分かってるんだけどさ。ていうか、そういうあなたは今どうなの？え、待って待って、高3ってこと？あ、塾の先生だ。うわ、懐かしいな。ダーナちゃん。ん？こんなところで何してんの？サトル先輩。ごめん、電話中だった。大丈夫です、大丈夫です。びっくりさせちゃってごめん。え、何今のイケメン。